偉大な元チャンピオン、ジャッキー・スチュワートと、その息子のポール・スチュワートが設立し、F1 に参戦した、スチュワート・レーシング。その挑戦の中には、どのようなエピソードが隠されていたのでしょうか？皆さん、こんにちは。モーター天国のレインです。今回は、スチュワート SF1、SF2 のエピソードを解説していきます。このチャンネルでは、F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者ツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。1960年代から70年代にかけて、3度のワールドチャンピオンを獲得、当時としては歴代最多となる通算27勝を挙げるなど、偉大な活躍を見せた元 F1 王者、ジャッキー・スチュワート。引退後は、現役時代から関わりの深かった、フォードのコンサルタントを務めるなどし、現役を退いた後も F1 やモータースポーツへの関与を続けていました。そして、そんな偉大なチャンピオンの息子であるポール・スチュワートも、父と同じくレーシングドライバーとして活動。1988年には、自身がドライバーとしてレースに出場するため、自身がオーナー兼ドライバーを務めるチームである、ポール・スチュワート・レーシング、PSR を設立し、イギリス F3、国際 F3000 などに参戦していました。父であるジャッキーの知人などが協力し、経験豊富なスタッフたちが集まった PSR のチーム力は高く、イギリス F3 では多くのチャンピオンを輩出するなど、またたくまに有力チームとなっていきましたが、ポール自身は苦戦。ドライバーとしての能力に限界を感じ、1993年を最後にドライバーとしての活動を終了し、その後はチーム運営に専念することになったのです。そして、チームオーナーに集中することになったポールが、新たな目標として掲げたのが、ドライバーとしては参戦することができなかった、F1 への進出でした。ジャッキーにとっても自身の F1 チームを持つことは夢であり、これを機に親子共同で F1 参戦を目指すことに。水面下で準備が進められていったのです。そして、スチュワートと縁のある、当時のフォードの F1 活動は、長年ワークス契約を結び、エンジン供給先だったベネトンが、95年にルノーエンジンへスイッチ。フォードは代わりに、ザウバーに供給先を切り替えたものの、この年のザウバーはランキング7位と厳しい結果に終わっており、新たな供給先を模索していたのです。そんな中、スチュワート親子はフォードにアプローチ。PSR を母体として F1 へ進出するプロジェクトを提案すると、フォードは彼らにエンジンを供給することを決定。これにより、1996年の初頭、スチュワート親子は翌1997年からスチュワートグランプリとして F1 に参戦することを発表し、参戦に向けた準備が進められていったのです。スチュワートのエンジニアリングチームの中心となったのは、アラン・ジェンキンス、アンディール・フレミング、エグバル・ハミディーラ、F1 の経験も豊富なスタッフたちが集結。1年の準備期間を経て、97年の F1 参戦用マシン、SF1 を開発したのです。SF1 は、ジャッキー曰く製図版を使わずにコンピューターだけで設計された、初めての F1 マシンだといい、斬新さはないものの無駄のないスマートなフォルムに。エンジンは96年から V10 化されたフォード、ゼテック R の最新モデルを搭載し、タイヤは97年から F1 参入を表明していたブリヂストン。未知数な要素が多かったものの、フォードワークスエンジンに加え、スポンサーには HSBC やテキサコなどがつき、運営面は安定。元チャンピオンの F1 参戦に、大きな注目が集まっていたのです。そして、ドライバーにはルーベンス・バリチェロとヤン・マグヌッセンを起用。当初は、ウィリアムズを電撃離脱したデーモン・ヒルにもオファーを出しており、ヒルも興味を示していたものの、進行チームであったことや、スチュワート親子との交友関係を保ちたいという理由で加入を断られ、最終的には若手2人のラインナップに。こうしてスチュワート親子の挑戦がスタートしていったのです。こうして大きな注目を集めながら F1 にデビューしたスチュワートグランプリですが、その船では厳しいものに。
開幕戦オーストラリアグランプリでは2台揃ってトラブルを引き起こし、リタイアに追い込まれると、バリチェロは開幕から4戦連続リタイア。マグヌッセンもミスが多く、4戦中3戦でリタイアを喫するなど、厳しい戦いを強いられていたのです。しかし、そんな中迎えた第5戦、モナコグランプリ。このレースでは、バリチェロが10番手グリッドからスタートすると、オープニングラップに5番手まで浮上。その後も雨の難しいコンディションの中順位を上げていき、序盤に2位に浮上。そのままこの順位を守りきり、バリチェロは見事表彰台を獲得。チームに初のポイントと、表彰台フィニッシュをもたらしたのです。これにはジャッキーも、現役時代にチャンピオンを獲得した時よりも嬉しい、と喜びを表現していましたが、その後は再び苦難のシーズンに。SF1 はあらゆる箇所にトラブルが頻発し、バリチェロはモナコでの2位以降、7戦連続リタイア。マグヌッセンも中盤戦をほとんど完走することができず、スチュワートは F1 の洗礼を浴びていたのです。結局、この年はモナコでの2位が光り、バリチェロが予選最高位3番手を獲得するなど、時折速さを見せましたが、バリチェロが完走わずか3回、マグヌッセンは5回にとどまり、課題の残るシーズンに。信頼性に泣かされたデビューイヤーを終えたのです。こうして課題の残る1年目を過ごしたスチュワートグランプリ。信頼性の問題などが浮き彫りになりながらも、シーズン中には翌1998年のマシン SF2 の開発がスタートしていました。2年目もチームの開発体制は大きく変わらず、この SF2 もジェンキンス、ハミディーラが手掛け、マシンを改良する形に。こうして98年の1月に発表された SF2 は、先代の SF1 からその仕様を大きく刷新。ジェンキンス曰く、先代から設計を流用しているのはステアリングコラムくらいだと語るように、その設計のほとんどが見直されることに。冷却パーツの小型化を実現したことで、リア周りを中心にコンパクトなデザインとなったほか、スマートな印象だったフロントセクションも、やや武骨なデザインへと変貌を遂げていました。そしてこの年もワークス供給された、フォードゼテック R も最新スペックへ進化。前年から100馬力近いパワーアップを果たしているとされ、そのポテンシャルに注目が集まったのです。そして、ギアボックスのケーシングには当時としては革新的なカーボンを使用。まだ誰もやったことがない技術に挑戦し、優位性を得ようとしていたのです。しかし、これは開発段階で問題に。当時の技術では、加工技術や合成の問題から、ギアボックスにカーボンを使うということを考えていたものはほとんどいませんでしたが、この年はスチュワートと同時に、あのジョン・バーナードのエンジニアリングチームが開発を手掛けるアローズも、カーボンギアボックスの開発を進めていました。バーナードのエンジニアリングチームは、信頼性を担保するためケーシングのバルクヘッドを、チタンで製作。彼らは加工の難しいチタンのノウハウや技術が豊富だったため、これを難なく実現していたのです。ジェンキンスらスチュワートのエンジニアリングチームでも、カーボンギアボックスを成功させる鍵は、チタンのバルクヘッドだと認識していましたが、彼らはバーナードたちのようなチタンの加工ノウハウがなかったため、これを断念。アルミのバルクヘッドで対応せざるを得なかったのです。スチュワートらが導入したカーボンギアボックスは、当時の常識では到底実現不可能だと考えられており、ミハエル・シューマッハもジャッキーに対し、ギアボックスをカーボンで作るなんて、どうかしていると発言。良くも悪くも、その有効性が注目されていました。しかし、シーズンが開幕すると、このカーボンギアボックスが裏目に。アルミ製ケーシングを採用した SF2 のカーボンギアボックスは、序盤戦からオイル漏れが絶えず、トラブルを頻発。マシンは明らかに信頼性が不足しており、チームの躍進を阻んだのです。さらに、この年から採用されたグルーブドタイヤや、ナロートレッド化の対応に失敗し、ハンドリング特性が悪化。前年時折見せた速さも影を潜め、下位をさまよう展開が続いたのです。そんな中でも、第5戦スペイングランプリではバリチェロが5位入賞を果たすと、第7戦カナダグランプリでは、バリチェロ、マグヌッセンが2台揃ってポイントを獲得。中盤戦以降の巻き返しが期待されました。そして、チームは中盤戦以降、なんとかチタン製のバルクヘッドを採用したカーボンギアボックスを投入。
サスペンションもアップデートを繰り返し、試行錯誤が続けられました。さらにチームは、成績不振のマグヌッセンをシーズン途中に解雇し、第8戦フランスグランプリから、ヨス・フェルスタッペンを起用。テコ入れを図っていました。しかしその回虚しく、その後もチームは苦戦。アップデートを重ねたにもかかわらず、信頼性は改善せず、チームはその対策に追われ開発も滞る悪循環に。後半戦は完走率も下がったばかりか、ポイントも獲得できずに終わってしまい、最終的にコンストラクターズランキングは8位と低迷。革新技術を投入した SF2 は、失敗に終わってしまったのです。そして、厳しい戦いを強いられたチームは、翌年に向けエンジニアリング体制を大きく変更することを決定。98年の終盤には、すでに新車の開発に着手していたジェンキンス、ハミディーラを放出し、ジョーダンからゲイリー・アンダーソンを迎え入れて、チームは躍進に向け再出発を図ることになるのです。元王者が立ち上げ、各新技術で注目を浴びたスチュワート。その取り組みは、翌1999年に開花することになります。いかがだったでしょうか？今回は97年、98年のスチュワートグランプリについて解説しました。このチャンネルでは、F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。